どうも、かとちゃんです。今回は、前回お話しした、人はなぜ行動できないかということについて、7つの、えー、心理ブレーキ、人は行動を阻めてしまう理由自分で、自分でブレーキをかけてしまう理由、潜在的に動物としてインプットされているものについて7つお話をしました。えー、で、その、それを踏まえた上でどう行動する人間になるかということについてお話をしていきます。で、 その心理ブレーキ7つに対して、これはもう仕方ないんだ受け入れた上で、それを克服するために、えー、行動できる人間になるための習慣。これを3つお話ししようっていう動画を前回撮ったんですけど、1つ目は今回、この動画でお話をします。だからどうしたらいいか。それは、やらなければいけない理由を作ること。もしくは、サボったらいけない理由を作ること。ですね。理由付けです。 だって、やらなければいけない理由があったら、やることはないですかちょっと考えてほしいんですけど、例えば、歯磨き。歯磨きなんでやりますかって言ったら、虫歯になりたくないからっていう理由があるからですよね。あと、健康に悪いと思うからとか。分かってるんですよ、理由が。というのと同じで、馬券術、え僕の馬券術をすぐに実行してもらうためには、この、危機感と期待感のマイナス、危機感、危機感と期待感。 やらなかった場合どうなるか。で、期待感やった場合どうなるかっていう理由をちゃんとはっきりしてほしいんですね。これを作っていただけると、僕の罰剣術をすぐ実行に移せる行動できる人になるのかなって思うんで。はい、で、その理由付けが大事っていうのは分かっただけじゃ意味がなくて、理由付けの作り方が大事んですね。理由の作り方。今回これをお伝えしていきます。では早速行くんですけど、僕、危機感と前、期待感。危機感やらなかったらどうなるか。 聞きた感やったらどうなるかっていう二つから理由付けをするのが大事って言ったんですけど、まず危機感の理由付けからお伝えしますね。これ。で、危機感っていうのは、要は失ったらいけない。失うかもしれないとか。これやらなかったらこうなっちゃうかもしれないっていう悪いシーンを想像することなんですね、要は。はい。極端に例えると、なんでこれは有効かっていうと、ちょ、極端ですよ。よくないですけど、よく事件あるじゃないですか、ドラマとかで。 でそこで、身内家族が、例えば母親が監禁されましたと誘拐されて。誘拐されて監禁されましたと。で、電話かかってくるわけですよ、あのシナリオ的には。あの身の知る金1000万とか。でそれ、用意しますよね、言われた側。なんでかって言ったら、母親を失ってわかってるからですよ。母親を失ってしまう。これを指示に従わなければ、母親を失ってしまうからっていう理由付けがあるんですね。危機感です。いわゆる。極端ですけど、こういうのをやってほしくて。 例えば、馬券術だったら、これをやらなかったら、今後も、お金を、ただ、JRA に預けるだけになってしまうと。ただ、ひたすら、自分のね、頑張って働いて稼いだお金を、JRA に寄付するのと同じになると。これ嫌ですよね。例えば、あれですけど。こういうのを作ってほしいです。で、効果的なのは、失ったら、嫌なもの。本当に失ったら嫌だなって思うものを、 理由付けにすることです。これをやらなければ、これを私は失ってしまう。これを理由付けにすること。これ大事ですね。人は、あの、特殊料理を失うっていう方が怖い人間なんで、その方が失うっていう方が、あの、動機になるんですね、行動の。例えば、100万円手に入ります、って言われて、ね、このくじを引いてください。そしたら、当たりが出たら、あなたは100万円当たりますっでても、まあ、期待感ですけど、でも、やらない人もいるんですよね。なんでかって言ったら、そんなできるわけないかもって思う人がいるわけです。 当たる、当たらないんだから、どうせ当たらないんだからいいっていう。でも、例えばです。一方で、このくじを引いてください。このくじを引けば100万円が出る確率があります。当たる確率があります。従って、このくじを引かなかったら、あなたは100万円を損したのと同じになるんですよ。あなたは100万円を損するのと同じことになりますが、よろしいですかって。言われたら、ちょっと嫌ですよね。嫌、この嫌っていうのが大事だ嫌だからやるんですね。人って。はい。100万円を失うの嫌ですよね。 嫌です、これ。こんな感じで、まず危機感としては失ったら嫌なものを書いてください。自分で、自分で設定してください。で、二つ目です。期待感。期待感っていうのはシンプルに言うと、これをやることでどんな成果が自分にメリットがあるかなっていう、どんな成果が自分で得られるかなっていうのを考えることですね。これどういうふうに決めたらいいかというと、 まあ、長期的な楽しい幸せ快楽といったあの感情を書き出してもらうといいです。例えば、うーん、この予想やり続けたら帯譜が取れるとか、競馬に対する見方変わるとか。で、会社人だったら、例えば、ちょっと仕事頑張ったら給料上がるから、ちょっとこの前買いたかったら高級時計買えるよなとか。うん。で、給料上がったらちょっとね、この前苦労させてきた家族とか、まあ、妻。あるいは好きな人。 あるいは子供さんに美味しいものを食べさせてあげられるよなとか。こんな感じだったらちょっと頑張れるくないですか頑張れますよね、正直言って。ですよね。じゃあ、ここまで総括します。総括すると、行動になる人に、行動する人間になるための、えー、習慣一つ目は、危機感と期待感、危機感と期待感から理由付けをする。それをやらなければいけない理由をやる。サボったらいけない理由を考えることです。 そうかします。えー、やらないと大損害があり、やれば大きなメリットが待っているという理由、えー、それを明確にしてから行動に移すと行動できる人間になります。これを考えてください。やらなければ大損害なり、やらなければ自分にメリットがある。というのを明確にする癖をつけましょう。これをやれば行動できる人間になります。では、今回は以上です。ありがとうございました。えー、なお、この動画を見てくださって、えー、何より、えー、本当に自分は馬券士になりたいんだ。 えー、自分は勝ち組になりたい。自分はお膝を掴んでみたい。死ぬまで一回は掴んでみたい。という方は僕の、えー、この動画でね、下にリンク貼ってあるんで、僕のブログリンクを今すぐクリックしてブログを見てください。かこの中途半端には俺稼げればいいかな。稼げる人間になれたらいいなって、ちょっと中途半端な人はちょっと見ないでください。そういう方には僕のブログは向いてません、えー。では以上です。ありがとうございました。えー、次の動画では、人が行動できるための、行動するために、 え必要な習慣二つ目についてお話をします。今回は一つ目についてお話しました。では失礼します。